おーおーおー、早速いますね、崖に。はーい、しょれ。それじゃあ今日も今日ってマインクラフトやっていきましょう。今日はですね、キツネがスポーンする場所を紹介していきたいと思います。皆さん、キツネって見たことありますかね。こんなに可愛い生物が実はいるんですよね、マインクラフトの世界には。ではこのキツネは一体どこにスポーンするのか、そしてどうやってこうやって連れてくることができるのか、本日はですね、そういった方法を紹介していきたいと思います。皆さんもですね、ぜひキツネを飼いたいぜ、キツネを見つけたいぜって方はですね、ぜひこの動画最後までご覧ください。それでは早速ですね、キツネがスポーンする場所に行ってみましょうか。来ました。ここがキツネが住んでいるタイガのバイオームと言われる場所です。ここはですね、普通の森と違って見分けるポイントとしては、この右のような少し濃い茶色の木、これがある場所がタイガにありますね。頭皮と言われる木なんですが、これがある場所にいますね。頭皮の丸太、そうですね、この頭皮の木っていうのがある場所にキツネは住んでいます。そしてキツネの他にこのようにオオカミもいるので、オオカミはですね、キツネを食べてしまう習性があるので、オオカミがキツネに襲われてしまうことがあるので気をつけてください。つまりキツネを捕まえるにあたって、キツネはですね、実は懐く生き物ではないんですね。なのでキツネを捕まえる場合はですね、このように首紐を使っていただいて、キツネを捕まえて連れて帰るという必要があります。キツネはですね、人間を見るとすぐ逃げちゃう、逃げ足が速い子なので、ゆっくりゆっくり近づいて捕まえてあげてください。それではですね、次はキツネを、キツネの大好物を紹介したいと思います。皆さん、ありました、これがですね、キツネの大好物ですね。取ってみましょうか。これですね、スイートベリーというのをキツネは好んで食べます。このスイートベリーはですね、キツネにあげることでキツネは食べてくれますし、2匹のキツネに同時にあげることでキツネの子供を産んでもらうことも可能ですね。ただちょっと気をつけてほしいんですけど、このスイートベリーね、切れ味が鋭いんですよね。近づくと少しダメージを食らってしまうので、その点は気をつけてください。キツネはね、じっとしていることで逃げやすいキツネもこのスイートベリーに寄ってくることがあるので、捕まえやすいかなとも思います。皆さん、いましたね。スイートベリーを持っているとこんな感じで近づいてくるんですよね。そうすると彼に餌をあげることもできます。お、来てる来てる来てる。餌あげてみましょうか。食べましたね。これで捕まえることもできます。捕まえてみましょうか。よし、いけました。こんな感じっすね。いや、難しい、キツネ捕まえるの。なかなか難しい。そしてこいつ捕まえたらめっちゃ暴れるんでね、気をつけてくださいね。あと、野生の狼にも襲われちゃうんで、狼には気をつけてくださいね。そしてもう一つ言い忘れてたんですが、冒頭に白い狼いたじゃないですか。白い狼は、こっちのように、この雪の大河のバイオームに出現しますね。あ、いましたねー。かわいい。こんな感じでね、白い狐も普通の狐と同じように捕まえることができる。お、もう一匹いた。普通の狐と同じように捕まえることができるので、ぜひやってみてくださいね。それじゃあ早速エンディングに行きましょうか。かわいいなぁ。ほら、うわぁ、待ってくれー。はい、本日はですね、狐のリスポーンする場所について紹介していきました。先ほど取ってきたスイートベリアですね、このように、狐たちにあげることができまして、2匹にあげると、こんな風に愛が深まって、ちっちゃい狐が生まれてくれるので、ぜひやってみてくださいね。それと、ついでなんですけど、白と、この黄色っぽい狐がいるじゃないですか。この2匹同士の間だと、この黄色い狐が生まれるか、白い狐が生まれるかは、半々の確率みたいですね。白いもの同士だと白いもの。黄色いやつ同士だと黄色いやつが生まれるみたいです。この狐はですね、夜行性で昼間は、ちょっと寝てるとことか見れて、それもそれでめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ、狐を飼ってみて、このように狐の楽園を築いてほしいですね。あと、キツネはニワトリとかを攻撃するみたいなんで、そのニワトリをですね、おとりにして攻撃してるところを見てもいいかなと思います。それじゃあですね、本日はキツネの、リスポーンの方法と、それと、キツネについていろいろと紹介させていただきました。私の動画ではですね、このように、マイクラの紹介動画だったり、マイクラの面白い実況動画だったりをいろいろ上げているので、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、いいね、よろしくお願いいたします。それと、こんな情報もあるよっていうのをコメントで教えていただけると幸いです。それではね、今日はこの辺にしましょうか。皆さんもですね、キツネだらけの最高のキツネの楽園を築いていってください。
それではですね、ありがとうございました。バイバイ。